おはようございます。おはようございます。ね、もう回してんの。いや、なんか、決めてるから。決めてるから、決めてるからってなんかおかしいの。いや、まあ、決めておかないとね。はい。いや、撮影ですからね。はい。なんか、すげえ、万札が映り込んでるの嫌だな。ないですね。ちゃんと YouTube の撮影の時はもう、ケタバオンで作ってね。ケタバオン。ケタバオン作ってね。そうですね。私やっぱその髪型いいですね。そう。はい。ありがとう。やっぱ長かったことね、あんまいじれなかったから。確かに。重すぎてさ、全然浮かなかったから。前は、DJ 社長とか、ジライア先生とか言われてましたからね。妖怪、あずき洗いって呼ばれてた。ひどくない？あずき洗いって。妖怪、あずき洗いって、あれ、髪の毛生えてましたっけ？あずき洗いじゃない？粉木じじい。粉木じじい、ハゲじゃないですか、あれ。あ、粉木じじいとか。あれ、砂かけばばあじゃないですか。あ、砂かけばばあです。粉木じじい、だって、あれ、髪の毛ないじゃないですか。まあ、粉木じじいよかね。あるから。じゃあ、始めていきましょうか。はい。ちょっと手洗ってくる。はい。どうも。河村エイトです。なんかこれ遠近法で俺の顔めっちゃ大きくなってない。はい。すいません。はい。前回二人で撮りましたけど。はい。結構、まあ真面目な、そこそこ真面目なレビュー動画撮ったじゃないですか。硬い音がする。クソ、俺のクソレビュー。はい。はい。で、まあね、7月はオールグリーンライブが一本もないでございまして。そうなんですよね。まあ、ね、一曲とか作ってるんですけど、せっかくなんでね、ちょっと7月はまあ YouTube 多めに撮ろうよみたいな話もしてて。で、今日はね、ここ。はい。パイセンのそれちゃんベース。前回のね、動画で出したベースでね、ちょっと音作りをして。イベント出るんですよね、ベースで。そうです。イベント、ベースと素人なのに、イベントで、ベースを弾くことが、まあ、決まってたわけで。それのためにね、ちょっと河村くんの力を借りてきました。ライブ用のね、音を作りましょうっていうので、はい。はいバンドリーズですもんね。そうだね。バンドリーのやつね。はい。はい。でね、まあ今日何するかというと、まあ、僕、自分の YouTube の中で、一番好きな動画があって、はい、化粧するやつ。はい。化粧するやつ、あれ大好きなんですよ。はい。全然伸びてないですけど。なんかせっかくだから、あの時って、まあ俺の YouTube メンバーとやったんですけど、うんちょっとバンドメンバーともやりたいなと思って。今日、俺が化粧されると。はい。せっかくなんでね、ちょっとパイセン、なんか、化粧ってしたことあります？昔、ビジュアル系バンドやってた時。ああ。ですか？ではないですか。ここ P でお願いします、ね。はい。はい。ということでね、せっかくなんで今日やってみようかななんて思ってるんですけど。はい。はい、あ。まあ、今回のウードの BB クリームを使ってね。はい。これすごいんすよ、マジで。これ。BB クリームって、フェイスカラークリエイター、日中用カラークリーム。気になる男の肌の悩みをこれ一つで速攻しっかりカバー。そう。肌色質感を簡単に補正できる男性用 BB クリーム。だから要は、もう肌の、こうなんか、黒いだの、シミだの気になる人を、はいはい、これで補正して、うんはいはい、なんか映りとか、うん、見え方綺麗にしましょうねっていう、BB クリームってやつですね、はいはいへへへ。女の子はよく塗るわけですよ。なんかあれだね、これ。こう日焼け止め効果もありそうだね。紫外線防止って書いてあるし。これはね、もう圧倒的な補正力。なるほどね。もうすごい、本当に、アイゾトープ。アイゾトープ。化粧品界のアイゾトープ、本当にもう。そうだね。
補正しすぎちゃうんですよ。アデナ音源も、こう、綺麗な音源になるみたいな、ね。そうそうそう。はい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 。全部を包み込んでくれるわけでございまして。はいはいはい、うん、せっかくなんで、ね、今日パイセンにはそれをやってみてもらおうと思います。まあ、元の顔取っときましょう。元の顔。はい。近いし。まあでも、パイセンそもそも肌綺麗ですよね。そんなことないよ。めっちゃ綺麗だと思うんですけどね。ここからどう変わるのかってちょっと楽しんでいってください。よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。塗ってくれんのこれ。いや、これ自分で塗った方が、ね、では、場所交換しますか、そしたら。じゃあ、まず、メガネ外して、髪の毛についちゃう、なんか、あそこに、多分、ヘアバンドあります。俺、あのね、メガネ外すと何も見えんのよ。マジで、あの、カメラ君の顔に今、モザイクかかってくから。マジですか？それぐらい目が。ヘアバンド、これ？はい。これ、違くない？それ違う。それは違います。マジで目見えないですよ。あ、下の方、それ、これこれ。ああ、はいはい、はい。あ、マジで見えないですね。マジで見えない、本当に。でも今、メガネつけてましたよね。あ、まあ、メガネつけては見えるけど。つけてたけど、全然違うやつ。はい。あら、かわいい。あら、かわいい。え、俺、自分のあれが見えてないんだけど。いいんじゃないですか？ね、これ、上がってる？ちゃんと。もう、あ、いいと思いますよ。もうちょい上げて。もうちょい上げた方がいいかもしれない。俺のデコが広いのがバレちまう。まあね、20代も後半になりますと。まあね。はい。生え際の、あれがちょっと気になってきますね。じゃあ、行かせていただきます。もうちょっと手上ですかね。で、こう。見えてないんだって。あ、冷たい。はい、じゃあ行ってみましょう。結構、いや、これさ。いや、これ、すべてを補正してくれますか？大丈夫だよ、これ、なんか。これで。だいぶ違くないこれ。これでもう、ぬちゃぬちゃっとこう塗ってもらえれば、全部いけますんで。じゃあ、いきますよ。はい。ちょっと、心の準備が。ちょっと、もう少しこう練っておいて。ああ、そうっすね。じゃあ、いきます。うん、ああ、いいっすね。ああ、いいですね。いいですね。馴染んできてますよ。鼻の下とか。もう本当にレベルな、これ。なんか、めっちゃ、美容室みたいな、いい匂いがする。匂いはいい匂いっすよね。あ、でも、すごい。ん？あ、いいっすね。なんか、もうちょい行ってもいいんじゃないですか。もうちょい行っとけ。もうちょい行っときましょう。行きますよ。はい。はい。全然これ化粧でも何でもないけど。手やば。あ、すごいすごいすごい。なんか、あれ、すげえ、テカテカしてっけど、え？大丈夫なのこれ。もうね、誰だかわかんないっすよ。そんなに俺、イケメンになった。うん。え？あ、確かになんかだいぶ白いな。だいぶ白いっすよ。眉毛消えてっけど、大丈夫なのこれ。すげえ、化粧の匂い。でもなんか、こう、馴染んできてるかもある。馴染んできてるかも、なんか、侵略された。あ、いいんじゃないですか。
いや、いかがでしょうか。はい。ハイセン。ハイセン。あれなんか。やばくないこれ。ジョーカーの映画にこういうシーンありましたよね。思ったなんか。ピエロ見て。すごいな。え？やばないこれ。ちょっと写真撮りましょうか。こっち見てください。あの変顔しない方が面白いっすわ逆に。変顔しない方が面白いっすわ。笑いすぎじゃねえお前本当に。すごい、いやすごい、撮ってみますそれ。これこのヘリにすげえファンデーションついてる。固まったなのよ。でもね、あの、なんか、出した瞬間はさ、結構、なんつうの、ウェットな、結構、感じがしたけど、だいぶ、馴染んできてるような。あ、でもなんか、あ、でもそ、俺、あんま面白くないな。あの、なんか、前、あれ、化粧してた人とか、結構、ガツリ変わってたじゃん。確かに、なんでだろう。俺とかよりは、なんか、普通に、あれですね。なんか若干の、なんかね、なんかあの、グレイ感。グレイ言いそうですね、なんか。なんか、俺、割と。違う、あの人に似てる。イクオさん。イクオさんって、ベースの？ベースの。いや、似てないでしょ。失礼だって、本人に。まあ、こんな感じになりました。おー。もうなんかちょっとイクオさん、パイセンを真っ白にするとイクオさんになるっていう。まあこうなるんですね。はい、私がやると。じゃあ久々に、ね、あなたがそのやってみた姿を見てみたいんで。俺、やっぱ似合いますよ。多分、めっちゃ面白い画撮れるんじゃないですか。パイセンなんか普通でしたね、あれ。悪かったね。面白い映画撮れなくて。でもなんかだいぶこう、なんか白くなったつうか。確かに白くなった。唇まで白くなったんだけど、これ。そうなんですよ、唇まで白くなるんですよ。唇に精気が宿ってないんだ。全部を補正するんで、これ。じゃあ次は。社長が。ちょっと変わります。いや、あ、これ一つあげて、なんか、うん、あれ、目が染みるんだけど。いや、そうなんすよ。目が染みる、今、ちょっと涙が出そう。じゃあ、チェンジしましょうか。うん、はい。いや、俺も今年で29ですよ、29。わかります？お互い年を取ったね。生まれてから29年経ってんですよ。いや、それも近づいてるからでしょ。なんてこと言うのこの人。顔でっけえ。じゃあ、行きますか、社長。はい。もうなんか、いろいろ外そう。汚れるとやつ。そうだね。はい、はい。じゃあ、行きますよ。なんか、すげえ、あれ、ミミズみたいに出てきてる。まあ、こんなもん？ひとまず。はい。ちょっと待って、俺もう目拭きて。ああ、もうこれですよ。あ、思い出してきたわ。思い出してきた。あの日の光景が。うん、やべえ。目拭ったら、なんか、すげえ色になったよ。あ、社長、だいぶ、変わるね、でも。変わります？変わる。うわ、目が、目が、目が。うわ、大丈夫。あ、でも、社長はね、だいぶ、なんか、血色良くなったよ。
気持ちよくなりました。いい感じじゃない。社長髪の毛染めたから、うん、似合うよ。大丈夫ですか、なんか将来バンドに事務所とかついたら、うん、あの動画で消してくれないですかとか。あの動画だけちょっとみたいな言われないですかね、これね。大丈夫でしょ。あ、でもいい感じじゃない。うん、なんか前より変になってない、うん、まあ、前もっとつけたんすかね、多分。じゃあもっといっとけ。はい、じゃあもういきましょう。これ面白くないのが一番つらいからね、この体振って。いきますよ、体振って。まあ、こんぐらいいっとけってどうせ残ってんだから。今結構えぐい量言ってよ。小学生の絵の具の使い方でした。いけ、体を張っていきましょう。もう毎度だけど全然なじまん。全然なじまん、マジで。全然もなじまない、もう。1ミリも馴染んでないじゃん、これ。1ミリも馴染んでないじゃん。すごい。洗顔フォームじゃねえんだからさ。洗顔フォームじゃねえんだからさ。ほら、これ。入れ墨消えるもん。入れ墨消える。入れ墨消えるもん、これ。ほら、どんどん、入れ墨消えてくもん。すげえ。ほら、入れ墨消えるって。最高っすよ。いや、ほんとにこれ。じゃあこれ、パイセンまだ足りてないじゃないですか。あれ、もうちょいっとけ。うん。もうちょいっとけ。パイセンも多分足りてないっす、これ。このままじゃ、いや。やだ、なんか、俺、人の顔こんなガッツリ触ったの久しぶり。え、どう変わる。いや、でも、なんだろう。あんま変わんないっすね。え、なんでパイセンこんな変わんないの。なんでなんだろうね。もともと移動しないからかな。かもしんないっすね、これ。だいぶ白いから。なんか、まつげまで、まつげ？うん。まだ白いの、ね。まつげまで決まってるよ。いや、すごいね、これ。手とかも、だってもどんどん俺も、うん。やばい。消えてくもん、入れ墨。入れ墨どんどん消えてく、これ。ほら。わかるかな、カメラ。すごいね。すごい。だいぶ補正力強力ですよ、これ。うん。なんとも言えない感じになってるよ。いや、なんとも言えないとかだ。あ、でもすごい真っ白だよ。真っ白でしょうね。なんか、ここ境目になってるけど、うん、はい、境目だいぶ違うね。確かに。ほんとだ。へぇー。毎回思うけど、この動画誰が喜ぶの。誰がよ、俺らしか喜ばないんだから。すーご。でも、あの、ヒゲの跡とか、ちゃんと消えますよね。うん、ヒゲの跡とかの話ではないですけど、もはや。唇がやべえ。俺としての痕跡が。最高だね。こっちみんな。合ってる、これ。合ってる。合ってるんだ。これ、でもなんか、これ面白くなる人となんない人いますね。そうだね。やっぱパイセン、面白くない。ごめんな。ごめんな、エンタメ。なんか面白くなりそうだったんですけど、ほんとマジでただのイクオさんですよ。ネットメダなんだけど、いやいや、まあ、それはそう。
ちょっと手洗ってきますわ。いってらっしゃい。フェイス ID 反応しねえか。だってフェイス ID 反応してくれないんだけど、嘘でしょ。パスワード入れてくださいなって。だってフェイス ID 反応しないのはダメですよ。フェイス ID が全然反応してくれないんだけど、あ、もう俺じゃないって。反応しない。俺じゃないって。俺じゃないんだ。もう。やばこれ。なんかのミームだもんね。なんかのミーム画像だよ、これ。やばい。なんかのミーム画像だよ、これ。会社なんかあんま変わんないのずるいっすね。あれ、電気消せばだいぶ変わると思うよ。あ、川社の方がデスマスクみたいになってるって。俺もほら、なんかだいぶ白くなってない？なんか、わぁ、すごいね。すごいですね。いやすごいね、これからの季節いいかもね。でも確かに、ね、絶対日焼けしないわこれ。でもね、あのめっちゃめっちゃつきはするね。やっぱだってパイセン襟すごいっすもん。え、襟にめっちゃついてますよ。こっちとかこっちとか。やば、めっちゃ服についてる。これ落ちんのかな、これ。いや、まあクレンジング使えば落ちるです。はいはいはい、はい、ということでね、次はリオちゃんとリオちゃんとゆうきさんにはね、人柱になっていただきましょう。やってもらってね、なんかね、なんだろうね、そのうちこうなんかね、自主企画とかやることがあったら、なんか全員この顔でね、アンコールとか。やだな。とりあえず7月はね、YouTube 多めに撮っていきますって。撮っていくので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、また。またねー。ひでえな、これ、顔。